こんにちは、クラスメソッドの横田です。当社では2019年2月にさまざまな新しい技術を取り入れた新型のカフェをオープンしました。そこではウォークスルー決済、モバイルオーダー、キャッシュレス、レジレスなどの仕組みを導入しています。それでは早速注文してみましょう。まずはアプリを起動しまして、メニューから商品を選んで注文ボタンを押します。それではお店に向かってみましょう。お店に到着しましたので、簡単に仕組みについてご紹介させていただきます。まずアプリから注文しますと、サイネージに注文情報が表示されます。で、同じような情報がキッチンにも表示されています。で、スタッフがドリンクの準備が整いますと、ピンと今音がありました。受け取りたいと思います。お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。彼女は店長の岡野さんです。以前もカフェでお仕事をされていて、今回この店の店長としてお仕事をしていただいています。はい、岡野さん、はい、この店、かなり新しいコンセプトのお店ですけども、いかがでしょうか。はい、キャッシュレスということで、まずレジ管理がないので、スタッフの方もすごくお客様へのサービスの方に注力ができるというのは一ついいところかなと思っています。あとはお客様の方もモバイルオーダーなので、事前にご注文いただけるので、お渡しするときもすごくスムーズなので喜ばれているかと思います。はい、ありがとうございます。当社ではさまざまな新しい技術を使って新しいコンセプト、またお客様のより良い体験を目指した仕組みを作っています。続きまして、ウォークスルー決済についてご紹介させていただきます。まずは体験してみましょう。アプリを起動しまして、 QR コードを表示します。そして入店をします。気になった商品を手に取ったり戻したり、複数の商品を取ることもできます。比較をして気に入ったものを手に取ってお店を出ます。これで完了です。まずこの店内に入りますと、天井のカメラで、動いている人の影を追っています。これは何人いても構いません。動きを把握しています。で、そして入店時に QR コードをかざしますので、その動いている人と ID が紐づきます。で、そしてその人が商品の前に来ます。はい、で、この商品のカゴにはそれぞれ重量センサーがついていまして、商品を取ると重量が変化します。で、一つ一つの情報がマスターとしてデータベースに保存されています。で、またこの取った戻した、何をいくつ取ったかというものも全てクラウド側に保存されています。はい、で、そして気に入った商品を取った後、お店を出ます。お店を出ますと、はい、どのユーザーが何をいくつ手に取っているかという情報がクラウド側で確定をしまして、で、そして決済処理をします。決済が終わりますと、スマートフォンに通知が来ます。このカフェの仕組みは1年間で4回作り直しています。これは、当社の企業文化である実際にやってみるというところと、そして実際にお客様に使っていただいてフィードバックを高速に反映するというところが体現されています。今後もこの企業文化に沿ってですね、毎週のようにバージョンアップをし、お客様に多くのフィードバックをいただきながら改善し、より良いサービス、より良い体験を作っていきたいと思っています。ぜひ皆さんにも実際にお店に来ていただいて、体験をしていただいて、フィードバックをいただければ嬉しいです。